昨日6月24日、ウェザーニュースは2024年の夏の暑さの見通しを発表しました。今年の夏、7月から9月の気温は全国的に平年より高く、観測史上最も暑くなった昨年に匹敵する暑さとなる可能性があります。チベット高気圧と太平洋高気圧が上空で重なり合うダブル高気圧で35度以上の猛暑日が続いたり、地域によっては40度前後の酷暑になったりする恐れがあります。7月下旬から8月上旬はフィリピン近海の対流活動が活発となり、本州付近への太平洋高気圧の張り出しが強まり、暑さのピークとなる予想です。昨年に匹敵する暑さとなり、本州の内陸部を中心に猛暑日を観測する地点数が多くなる恐れがあります。この暑さのもう一つの鍵となるのがチベット高気圧です。太平洋高気圧とチベット高気圧は広がる高度が違うため、同時期にチベット高気圧が日本付近まで張り出した場合は、太平洋高気圧と上空で重なり合ってダブル高気圧となり、2つの高気圧が非常に背の高い1つの高気圧のようになって厳しい暑さをもたらします。35度以上の猛暑日が続いたり、海風の入りにくい内陸部などでは40度前後の酷暑になったりすることがあります。また8月末から9月前半も太平洋高気圧の日本付近への張り出しは平年よりも強めで、残暑が厳しい見込みです。暑い期間が長くなるため、夏バテにならないよう体調管理が大切です。ウェザーニュースの方でも最新の気象情報を確認することができますので、ぜひ暑さに関する情報もチェックして健康に過ごしていきましょう。